フレームの違いね。うん、コンテイナーっていいですか、うん、コンテイナーってはね、あのここは直線じゃなくて、そこからこういうふうに徐々に膨らんでって、全部直線で、ここもそうですね、直線でまとまってます。力が、あの、どうしても直線でやっちゃうと、ここの大きな部分と、こう、境目で、ここで力が集中してしまうんで、うん、そういうのないように、均等に力を流すように、全部直線でまとめてます、うん。だからいいですよ。ここの形も、ここはこう、横歩いて直線だけど、これはこういうふうに波打つ形になってくるんですよ。うん。自然に力が全部内側に回るように。うん、より今度の方が加速しやすいはずです。うん、まあ楽しみです。